栃木 SC 背番号7番、西谷祐希です。よろしくお願いします。栃木 SC 背番号10、森俊樹です。よろしくお願いします。開幕戦、見事な勝利でございました。まずは試合を振り返ってみてください。じゃあ、キャプテンからいきましょう。はい。はい。まだまだその僕たちが目指しているサッカーっていうのは、ほど遠いものがあったんですけども、うん、結果的に、しっかりと勝つことができて、いいスタートを切れたと思います。なるほど。森選手、いかがですか？あ、はい。まあ、ほんとずっと何年も勝ててなかったっていうところで、うん、結果として勝てたっていうところは、やっぱり高い壁を乗り越えられたんじゃないのかなっていうところは、すごいポジティブに捉えていい部分だと思ってます。うん、西谷選手のお尻からのシュート、ゴール、お見事でしたね、これ。ありがとうございます。森選手、いかがでしたか、お尻シュートは。あれは、相手に最初当たったのかなって、ベンチで見てて、で、リプレイ見たら、ゆうきくんのお尻が当たって、はい。あれは、歴史的ゴールです。あれはやっぱりキャプテンのこう魂が乗った魂のヒップゴールですよね、あれは。森選手、ご結婚おめでとうじゃーん。ああ、おめでとう。おめでとうじゃーん。ありがとうございます。さあ、プロポーズ。皆さんの質問ですからね。プロポーズ教えてください。あ、僕は。はい。おほ、すげえ。僕は普通に家で、はい、お花束を渡しただけです。僕はそれだけでした。うわー、すげえロマンチック。花束は、ちなみに花は何の花を？は、ひまわりとかでしたね。どういう意味を込めて？どういう意味は、はい、お互い僕もなんですけど、うん、はい、夏生まれ。うん。なので、夏のお花がいいかなと思って、はい。なんてロマンチックな。ロマンチックだね。これじゃあ無言で渡して、そのままもう奥様も無言で、うん、みたいな。暗黙の了解みたいな感じですね。はい。結婚してくださいみたいな感じ。なるほど。言葉はそんなに多くなかったっていうことですね。はい。はい、さあ、西谷選手どうですか？いや、俺、話したくないな。まあ、僕も、これ振られたら照れますけども。これだけじゃ言ったの。じゃあ、どうします？やめますか？西谷選手は。まあ、ちょっとだけ。なんだっけな。みなとみらいの。はい。観覧車。お、観覧車の、うん、一番てっぺんで。一番てっぺん、うん、うん。で、止めてもらって。はい。で、まあ、プロポーズみたいな感じだったと思います。あ、溜めて上に来たときに。あ、そうですね。なんて言ったんですか？なんて言ったんですか？なんだろう。なんだっけな。まあ、これ、はい、はい、結婚してほしいって言いましたね。あら、いいです。二人ともロマンチックですよね、そういうの。栃木 SC 背番号9番、瀬沼雄二です。よろしくお願いします。はい、栃木 SC 背番号18番、大森翔です。よろしくお願いします。栃木 SC に加入しようと思った決め手みたいなのあったんですか？僕は、はい、14年に在籍させていただいて、うん、で、それと栃木のことはチームを移籍して離れてましたけど、うん、ずっと個人的に応援してて、うん、もう一度帰ってこれるチャンスをいただいた時にすごく嬉しくて幸せに感じましたし、またこのチームプレーしたいっていう気持ちがすごく強く心に思ったので、もう一度栃木でプレーすることをプレーしたいって決めて帰ってきました。ですね。大森選手、いかがですか？はい。僕は去年の9月頃に練習参加させていただいて、はい。その時のやっぱり
こう、チームで一つになって前向きに進んでいこうっていうチームの雰囲気であったり、ちょうど自分が参加させていただいた時期は、グリスタで山口に勝った試合の時だったんですけど、その時のスタジアムのサポーターの皆様の雰囲気だったりっていうのはすごい自分の中で本当に魅力のあるチームだなと思ったところが決め手ですかね。自炊しますか、もしするとしたら得意料理はありますか。自炊は最近は毎日してますね、うん、今まあ、こういう状況っていうこともあって、外に食事を食べに行くことができないので、もう、うん、本当に昼夜毎日、朝昼夜毎日自炊です、ね、おおすごい。大森選手は。僕も外でご飯食べれない状況なので本当最低限ですけど、うんうん、まあ、ちょっとずつ始めてますね、はい、自炊。なるほど。ちなみに得意料理は。僕昨日親子丼作りました。おお、やりますね。なかなか大変ですよ、親子丼ね。結構凝ったもの作ってますね。僕はもう本当に、もともと味付けしてあるやつを買ってきて焼いたりとか。はい、なるほど。はい。あとは、なんかこだわってるって言われたら、サラダにブロッコリースプなんとかをこう入れたりとか。はい。鶏の胸肉を、入れたりとか、そういう工夫で、なんか、凝ったものは作れないんですけど、なんか、取るものは考えて取るようにしてます。さあ、続いて、結婚ラッシュですが、結婚願望ありますか？僕はあります。お、ある。どれぐらいにとかありますか？めちゃくちゃあります。今すぐにでも。今すぐにでも。いい出会いがあれば、で、この今日、このいい方が見つかったら、この中で、誰かよろしくお願いします。バーチャル内でのお付き合いってことですよね。はい。さあ、どうする、大森 SC、ここからどうなるのか、さあ、どん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 離れていく、ボールがどんどん離れていく。これはですね、ゴールキック、コーナーキックという概念もございません。後ろから攻めても構いません。まさにアイスホッケーのようなルロット、スカッシュート入った、ゴール、あった、ゴール先制点、大森 SC 先制点でございます。得点者は不明でございます。はい、得点者は不明でございます。せーの、はい、ムービングフォワード、はい、ということで瀬沼選手、大森選手でした。そしてお集まりいただいた皆様、ありがとうちゃんでした。